こんにちは、山根さん。そして介護業界にお暮らしの皆様、そして将来的にね、介護の世界に入ってくる全ての皆様、本当にね、生きてる限り介護っていうものはいずれ私たちもお世話になりますし、その前に誰かの介護をさせていただくというお世話をする段階もあると思います。誰一人ね、避けられないところだと思いますし、介護の業界に入るってことは避けられない問題の一つに身体拘束っていうのがあると思うんですよ。この身体拘束について今回山根さんがね、非常に意味深いことをおっしゃってくださいました。私の考え方としては身体拘束は必要だと思うんですよ。ただ客観的に見ると、人が人をね、こうやって自由を縛ってるっていうのはものすごくね、気持ちの悪いものに映ると思いますし、なんかひどいことをしてるように見えますけども、身体拘束ってなんていうんですかね、腕を骨折した時にここになんかね、腕をつるじゃないですか。あれと似たような感覚だっていうふうに私は捉えることができてるんですよね。まあ、ですので、痙攣をしたりね、こういきなり動いたりとか、こう自分の意思でやろうと思ってもそれほど体が自由に動かない方っていらっしゃる時に、危険を回避する意味で一定のレベルでね、身体拘束をしていくっていうことは私すごくね、有効だと思うんですよ。その人の生命の尊厳にも私はね、当たると思うんですよ。尊厳を守ることにも当たると思うんですよ。ただ旗から見るとなんか嫌な感じですよ。それは見てる人の思い込みとか偏見っていうのがなくなることはないと思いますんで、例えば身体拘束を、当たり前のようにしてる施設に行くとね、なんだここはって思うな。それはその通りだと思うんですよ。だからそういった場面に入る人には身体拘束の意味とか意義とか、リスクとかね、それから安全性とか、それがどういう意味を持ってるのかってことをよくよく理解したじゃないと、身体拘束もできないし、身体拘束をお見せすることもできないと思うんですよ。やっぱり松葉杖とかね、それこそ腕を、ね、骨折した時につるみたいな感覚で、その人の症状とか現象に合わせて必要な可動部分っていうのを残しつつ、ここはちょっと制限させてもらいますねっていう時間とかシチュエーションを設けるべきだと私は思うんですよね。で、これはね、子育てをやっている方も覚えがあると思いますけども、まあ、1歳ぐらいになると赤ちゃんでこうハイハイしてあちこち行っちゃうんですよね。で、危険なんで台所仕事をしているときは椅子にちょっと座らしてね、で軽く縛っておくみたいなこともあると思いますし、背中に紐をつけて、その紐の一方を柱につけて、こう行動できる範囲をこうお子さんとかはね、限らせておくっていうのも身体拘束の一つだと思うんですよ。で、そうしないとやっぱ危険じゃないですか。危険だし、変なもの食べてしまったりとかね、どっかこうゴトンと落ちたりとかしてしまいますから、それと同じようなレベルでベッドに身体拘束するっていうのは、ベッドからの転落を避けたりとか、それから自傷行為って言って、手が自由に動いちゃ危ない時にね、手が動いてなんか顔とか傷つけちゃったりとかね、なんかその辺に落ちてるもの食べちゃったりとかってしないようにするために、目の行き届かないと分かっている時間には身体拘束をさせていただくっていうことはあると思うんですよ。で、この辺はね、本当に身体拘束が必要なんだって一言で済ましちゃうと何言ってんだって話にもなるんで、ちゃんと身体拘束ってのはね、できればしたくないけども、した方がこの人の尊厳と自由が守れる、危険もなくなるってことを、やっぱ当事者はじめ周りの方が理解することによって、そんなにね、違和感なく移っていくものではないかなというふうに思うんですよね。まあ、これに関しましては皆さんもね、多くの意見があると思います。身体拘束必要なんだけども、客観的に見て見栄えが悪いからちょっとしたくないなってこともあると思いますし、身体拘束は一切禁止みたいなところで、一切禁止でじゃあ問題がないのかっていうと、一切禁止して身体拘束しないからこそ、介護士の方がもうヘトヘトになってしまって、勤務が続けられなくなっちゃったりとか、勤務が嫌になっちゃったりとかしてね、で結局利用者さんに不利を与えるっていう状況もあるわけですから、よくよくそれは検討して、失敗を込みで繰り返していって、より良い方向に向けていくしかないのかなと思いますよね。まあ、でも将来的にはね、介護ロボットっていうのができてきて、私たち人間は介護の世界にもしかしたら入れなくなっちゃうのかもしれないなと思いますよね。まあ、どうなんでしょうかね。それでは今回は以上でございます。じゃあ動画説明欄からね、山根さんの見解も合わせてご覧ください。そしてあなたの見解もぜひね、届けていただきたいと思います。失礼します。